ここからのコーナーはクリスマスギフト特集をお送りしていきたいと思います、はいはい、そうです、皆さんもうすぐクリスマスがやってきますね、はい、ね、やはり日頃の思いを形にする絶好のチャンスじゃないですか、うん、そんなチャンスに皆さん素敵な商品をご紹介していきたいと思います。今回はですね、日高本店の長友ゆきなさん、そしてフォーエバーマークの伊達直美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、何かキラキラしたお話が聞けそうなのを感がしておりますけれどもね、はい、早速ですね、フォーエバーマークということでこのブランドから教えてください。はい、フォーエバーマークっていうのはダイヤモンドそのもののブランドなんですが、うん、125年以上の歴史を誇るダイヤモンドのエキスパート、デビアスグループ、はい、ダイヤモンドは永遠の輝きっていうね、はいはい、そのデビアスグループから誕生したダイヤモンドのブランドです。もうダイヤモンドそのもののブランドっていうことはもうダイヤモンドにはもう自信持ってますっていうことですね、はい、もちろんです、こだわり抜いております。はい、一言で言うと清く正しく美しいダイヤモンドというふうにご説明してるんですが、まあ、その美しさ、ダイヤモンドやっぱりキラキラ美しいんですが、その美しさに関してはそのデビアスグループの専門家がもう最終的には自分で肉眼で見て美しいと認めたダイヤモンドしかフォーエバーマークにはまずなれません。はい、はい、でじゃあ清く正しいという部分なんですけれども、なんかダイヤモンドで清く正しくってちょっとピンとこないかな、はい、ダイヤモンドって実はすごく長い旅をするんです。鉱山で採掘されて研磨されてジュエリーに仕立てられて、うん、日高本店さんで販売されると、うん、でその、いろんな、人企業が関わるんですが、その関わる人たちがみんなそのすごく高い基準を満たして倫理的にもきちんと信頼した人ばかりであるということもお約束しております。はい、なので誇りを持ってこうキラキラ美しいだけではなくて、はい、本当に誇りを持って身につけられるし次の世代にも受け継いでいけるという、清くて正しいですね。みたいな方がいないことですね。やめてください。どうなんやろ、失礼した人がやってるってことですね。そうそう、ビリビリビリってやっていないってことですね。いかにもいいです。ねえ、なんかただただ私たちの手元に来るまでにその綺麗なものだけが出来上がってくるんじゃなくて、うん、その工程までもに詰めてね、いろんな気持ちがこもってて、清く正しくと。そうです。愛情がたくさん。こもってるだよ。なるほどね。すごいですね、うん、でこれフォーエバーマークならではっていうなんか証があるんですか、ね、そうなんです、フォーエバーマークのダイヤモンドの表面に目では見えないんですけれども、はい、ブランドのアイコンと個別認証ナンバーと呼んでますが、そのダイヤモンドだけの番号ナンバーが記されています。ナンバー、今日は実際にご覧いただこうと思いまして、はい、特別な機会、これは日高本店さんに行けば皆様ご覧いただけるんですが、はい、肉眼では見えないマークが見えます。ちょっとお手伝いいただいてこの時計周りに回してみていただけますでしょうか、はい、顕微鏡みたいなんですよ、ね、じゃあ私代表していきます。できるかな、はい、できるかな、緊張するじゃないですか。行きますね、はい、何が見えてくるのかな、どうでしょう、今倍率を上げています。どんどんぼやっとしてきましたね、はい、どうでしょう、赤になってるぞ、さあ来るかな、何が見えるかな、出てる、フォーエバーが、ちょっと、すごいすごい、見たいでしょ、ごめんなさいね、いやもういい感じで、いや、ぜひぜひ、はい、今ですね、このような形でちょっと画面に出てるんですが、実はこれはこういう風になっていたものが、はい、もともとね、拡大していくと、そうです、これが上がってくると、わーすごい、はい、うわー、こんな感じでね、こういう形ですということで、はいはいはい、この番号はこのダイヤモンドだけの世界で一つの番号、もうが記されています。なるほど、オンリーワンです。うわ、はい、わすごい、いいですね、なんか鳥肌立っちゃいますね、これすごい、テンション上がった、テレビご覧の皆さんも興奮していると思うんですけれども、ね、まあ、そんな中でも、うん、特に今シーズンおすすめの一品をご紹介いただけるということですが、お願いします。はい、日高本店が今シーズンおすすめするのは思いを形に大切な方へ、うん、あとは今年1年頑張った自分へのご褒美というシチュエーションにぴったりなフォーエバーマークのセンターオブマイユニバースというシリーズをお勧めしております。フォーエバーマークということは、先ほど今ご紹介をいただきましたダイヤモンドを使っているのがセンターオブマイユニバースコレクションということなんですね。はい、そうですね。でセンターオブマイユニバースのシリーズは従来から胸元を美しく
輝かせるネックレスがあったんですけれども、うん、新しくロングネックレスが新登場いたしました。で今伊達さんがつけてらっしゃるのが実際のそちらのロングネックレスなんですけれども、こちらですね、後ろで金具で長さを調整することができます。で、あの首からスポッとかぶれる便利さ、あとはお持ちのネックレスなどにこう重ね付けっていう楽しいアレンジの仕方もしていただけますので、いろんな使い方がありますね。いやね、うん、いやあんまりこうやってダイエットとかのロングのやつ、うん、珍しいですよ、ね、そうなんです、ね、こういうニットなんかにとってもバランスがよくって、特にこのシーズン、さりげなくいいですね。格好、ね、はカジュアルでもそれもスッとザクッとつけるだけ で、いや大人の女性になるな、ね、ちょっとない感じですね。ね、素敵、キラキラされてますもん ね、 ね、もうここだけじゃなくて耳元もキラキラしてらっしゃいますが、はい、それもですか？それもあのセンターオブマイユニバースですか？じゃあ伊達さん今3つのバンク持ってるってことですか？そうです。なるほどね。ちなみに私がつけてるのも、はい、センターオブマイユニバースですか？ミルモアというシリーズなんですけれども、コエバーマークのダイヤモンドが、すげー、はい、それも番号が出てくるんですか？はい、出てきます。うわ、なんかそういうものを身につけるだけで特別な感じが味わえますよね。ですね、いや素敵ですね。見てるだけでテンション上がるから、身につけたら、そうそうそう、そうね、テンションが。僕もセンターオブマイユニバースつけたいですね。使いやすそうですね。あ、使いやすそうやわ。贈り物にもぴったりだと思います。はい、まあ、あの本当にシンプルなんですけれども、うん、しっかりとしたね、さっきあのマミリも言ったように存在感があります。そうですね、やっぱりその輝き美しさへのこだわりっていうのがシンプルなデザインだからこそ際立ってくるっていうところはあると思います。さっきから私たちね、ずっとそのセンターオブマイユニバースということで、うん、何かその意味合いというのはどういう意味合いがあるんですか？まさにその、あの僕の世界の中心は君だよっていう意味ですね。センターオブマイユニバース叫んじゃう感じですか？はい、なのでこう真ん中にそのコエバーマークで、周りに小さなダイヤモンド、それはだからその方の周りのまあ家族だったりお友達だったり大切な方をイメージしてます。込められてる、ロマンチックなね、メッセージがギュッとこのセンターオブマイユニバースに込められてるところですね。もう言われてきた、言われてきましたね。もらった方も嬉しいでしょうね、その意味を知ってさらに嬉しいでしょうね。素敵ね。もうちょっとなんかね、なんかもう手の先がジンジンしてきたから本気で聞かれてますよね。興奮してるんですよね、それだけね。いや、皆さんもいかがでしょうか、この素敵な輝き、そしてあなただけのということでね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。ではですね、もっともっとちょっとお話伺いたいところなんですけれども、はい、テレビをご覧の皆さんに一言お願いいたします。はい、日高本店では先ほどご紹介したセンターオブマイユニバースの他にもフォーエバーマークダイヤモンドを使ったジュエリー揃えております。ぜひいらして見にいらしてください。お待ちしております。ね、プレゼントどうしようかなっていう、ね、悩んでる方、はい、いいもの出会いましたね、うん、お願いいたします。いい番組だ、おすすめ、本当ね。はい、ぜひとも皆さんもご覧になってください。さあ、ということで今回は日高本店の長友さん、そしてフォーエバーマークの伊達さんにお越しいただき、素敵なクリスマスギフトジュエリーをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。明日も素敵なアイテムをご紹介しますので、どうぞお楽しみに。